こんにちは。南国ピアノスタジオの関勝海です。こちらの動画ではですね、南国ピアノスタジオのレッスン予約のシステムの使用運転を開始しましたので、そのご紹介と実際の予約取り消し変更などをデモンストレーションしていきたいと思います。ぜひこの動画を見ていただいてですね、実際の予約を試しにやっていただきたいと思いますので、ご覧いただければと思います。まずこちら南国ピアノスタジオのホームページのメニューのところから、このようにメニューが出てくるんですけども、ここに予約するっていうところが出てくるんですね。今はまだログインしていないので出てこないです。これは会員の方にしか見えないようになっておりますので、ログインをタップします。そしてパスワードとユーザーアドレスを入れて、ユーザー ID を入れて実際にログインしていただきます。ログインした後にまたメニューを開くと、ここに今度はレッスン予約というものが現れます。これをタップすると、実際にレッスンを予約するフォームと、それからあなたの予約といって予約されているリストがここに後で出てきます。それから全体カレンダー、このカレンダーを見て予約状況がつかめるわけですね。あ、この日はいっぱいだなとか、この日は空いてるなとかっていうのが見れるようになります。そして最初のログインフォームに戻って、ここから実際の予約をしてみたいと思います。まずサービスをお選びくださいということで、レンタルルーム、練習部屋としてお使いいただいたり、個人レッスン、それからグループワーク、またいずれ説明しますけれども、グループワークのことなどがここで予約できるようになっています。今日はここで個人レッスンを予約します。そして、スタッフは、関勝ですね。今後増えていくことが、予想されます。そして、利用時間30分。これはいいですね。人数も1人。グループワークですと、この人数のところが、2人、3人とかっていうふうに選べるようにもなります。そして次へ進むとカレンダーが出てきます。この個人レッスンのカレンダーを、空き状況が分かるわけですね。この日はもういっぱい、もう終わっちゃってるからなんですけども、線が引いてあるのは2月、そして3月へ進んで、本来、日曜日お休みなんですけども、皆さんに試しに予約を取ってもらう試験をしていただくということで、日曜日の日がオープンになっています。実際のレッスンはしないのですが、日曜日にお試しの予約を取るようになっているので、3月の6日を選ぶと、ここの下に何時が空いているっていうのが出てくるので、例えば10時を押してみます。そうするとこのレッスンを繰り返しますかっていう選択肢が出てくるんですけども、これについてはまた改めて説明させていただきたいと思います。繰り返すことができるんですが、今回はそのまま次へ進みます。そうするとここに一つ予約が入りましたよ。まだ確定ではないんですけども、暫定的に一つ入ってますということで表示されます。ここでまた予約を追加することができます。同じように最初の画面に戻ってきたので、同じように個人レッスンを選ぶ、スタッフは選ばなくても次に進むことができます。そして同じ、例えば3月の6日を選んだ時に、今度はこの10時のところにはもう線が入っていて、ここはもう取れないわけですね、取っているから。なので3月6日ではなくて、例えば13日にしてみましょう。同じ13日の翌週の13日の同じ10時を選びます。そうすると繰り返すが出てくるので、これは飛ばして、そうすると3月6日と3月13日2つ取れてるわけですね。で、ここのゴミ箱のマークを押すと、これがキャンセルになります。もしくは鉛筆のマークを押すと変更することができます。試しに鉛筆のマークを押してみて、その個人レッスン30分のものを、3月のじゃあ20日にしてみましょうと。20日の10時が空いてるので、同じように10時をタップして、繰り返しはなしでそのまま月にとすると、3月20日と3月13日になっていると。ではこのまま予約を取ってみましょう、進んでみましょうということで、次へ進みますと、お名前と E メールアドレス、電話番号を入れるところがあります。ユーザー登録していただいていれば、ここは自動的に入力されることになっています。そして次へ進みます。お支払いの方法についてですね、今のところここにゆうちょ銀行、それからクレジットカードというふうになっています。クレジットカードは選ばないでください。実際に本当に課金されてしまいますので、ゆうちょ銀行の方を選んで、
実際に次に進んでみたいと思います。今後ゆうちょ銀行とあと沖縄銀行を追加する予定です。あの振込手数料0円で振り込めるアプリがありますので、それを使ってみたいなというふうに思っています。次へ進みますと、ありがとうございました。予約が完了しました。で、あのここにはメールが今実際に届いているんですけども、予約完了ということでメールが届いています。もう一度予約をするを押せば予約することもできるんですが、まあ、今のところはここはなしにしておきましょう。で、あなたの予約のところを、再読み込みリロードすると、今度はここに、あなたの予約ということで先ほど取った3月20日と3月13日の予約が見れます。このプラスボタンを押すと、お支払いですとか、お支払いについての情報ですねが見れたりですとか、あとスケジュールを取り直すっていうのができます。そうすると3月20日ではなくて、例えばじゃあやっぱり27日だなっていうふうにして、時間帯はこれだけ空いているよとか、あと3月これをやっぱり、13日にしよう、あれ20日になっちゃった13日にしようとすると、10時は空いてないわけですね、もう予約が取られているのでとか、ここでは変更せずにキャンセルしますけれども、このように変更したりキャンセルしたりすることができるようになっています。そしてこの週で見て次へ次へと進むと、3月6日その次ですね、3月13日の10時には自分の予約がここに入っているっていうのが見れるようになります。誰が入っているっていうのは見えないんですけれども、実際に予約が入ったっていうのが見れるようになっています。そしてここのまだ空きがあるところがあるので、ぜひ皆さんの方でこちらのレッスン予約フォームを活用して試験的に予約を取る練習をしていただければというふうに思います。以上です。ご視聴いただきましてありがとうございました。